これから、懲戒試験を始めます。懲戒試験のページを見てください。J テスト、実用日本語検定、音量調整 J テスト、実用日本語検定、音量調整 1J テスト、実用日本語検定、音量調整2 J テスト実用日本語検定音量調整 3J テスト実用日本語検定音量調整これで音量調整を終わりますこれで音量調整を終わります聞こえない人は手を挙げてください これから聞くテストを始めます。1、写真問題。写真を見てください。はじめに質問をします。それから文を4つ言います。4つの中から一番いいものを1つ選んでください。文は1回だけ言います。 では、例題をしましょう。例題の写真を見てください。これは何ですか 1>, ?1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、鉛筆です。 一番いいものは1です。ですから、例のように1をマークします。問題は1から4まであります。では、始めます。A の写真を見てください。問題1。これは何ですか 1>, 1、スリッパです。2、帽子です。3、メガネです。4、ズボンです。B の写真を見てください。問題2、ここはどこですか 1. 1本屋です。2. 交番です。3. 喫茶店です。4. 映画館です。C の写真を見てください。問題3。これで何をしますか 1. 1字を消します。2. 切手を貼ります。3. テレビをつけます。4. ドアを開けます。D の写真を見てください。問題4。 何をしていますか 1>, ?1、買い物しています。2、絵を描いています。3、皿を洗っています。4、お風呂に入っています。2、蝶読解問題。 問題用紙を見てください。はじめに質問をします。それから話を聞いてください。問題用紙の1、2、3、4の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回だけ言います。では例題をしましょう。 例題を見てください。男の人と女の人が話しています。男の人のカバンはどれですか私のカバンは黒くて大きいです。これですかええ、そうです。男の人のカバンはどれですか 一番いいものは4です。ですから、例のように4をマークします。問題は5から7まであります。では、始めます。いい、e、を見てください。女の人と男の人が話しています。 問題5男の人は何を読んでいますか小田さん、それは新聞ですか雑誌ですか新聞です。外国語の新聞ですかええ、英語のです。問題5男の人は 何を読んでいますか F を見てください。男の人が話しています。問題六。男の人の友達はどの人ですか こちらは私の友達のご家族です。ご家族は6人です。ご両親と友達の佐久間さんと奥さんとお子さんが2人です。お子さんは女の子と男の子です。問題6男の人の友達は どの人ですか寺院を見てください。食堂で男の人と女の人が話しています。問題7。女の人はどれを食べますか りたさん、何を食べますかそうですね。これは何ですか牛丼です。牛丼はい。ご飯と牛肉です。そうですか。私は牛肉を食べません。じゃあ、これはどうですか天丼です。野菜とエビの天ぷらです。あ それが食べたいです一緒にサラダはいいえ、結構です問題7女の人はどれを食べますか3応答問題はじめに 短い文を一つか二つ言います。それから一人がそれに答えます。1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回だけ言います。問題だけ聞いて答えてください。では例題をしましょう。 例題1、おはようございます。1、おはようございます。2、おやすみなさい。3、さようなら。例題2、お仕事は会社員です。1>, 1、私も会社員じゃありません。2、私も会社員です。三 私も医者です。一番いいものは、例題1は1、例題2は2です。ですから、例題1は1を、例題2は2を、例のようにマークします。問題は8から21まであります。では、始めます。 問題8。今、何時ですか ?1。10時です。2。山田です。3。そうですよ。問題9。これは誰の傘ですか ?1。赤いのです。2。はい、そうです。 三、妹のです。問題十、お国はアメリカですか一、いいですね。二、私はアリスです。三、いいえ、イギリスです。問題十一、青と緑と どちらが好きですか ?1、はい、少し。2、どちらも好きです。3、いいえ、違います。問題12、学校まで2時間くらいかかります。1、遠いですね。2、強いですね。 三、悪いですね。問題十三、よく手紙を書きますか一、ええ、初めてです。二、ええ、友達に。三、ええ、今晩。問題十四、 いい天気ですね。1>, 1、ええー、とても冷たいですね。2、ええー、暖かいですね。3、ええー、曇りですね。問題15、手伝いましょうか 1>, ?1、いいえ、大丈夫です。2、こちらこそ。 三、ええ、どうぞ。問題十六、新しい先生に会いましたか一、はい、会いたいですね。二、はい、新しかったです。三、はい、教室で。問題十七、 綺麗な花ですね。1、失礼しました。2、じゃあ、どうも。3、ええ、本当に。問題18、これ、もらいました。1、ありがとうございます。2、よかったですね。3、どういたしまして。 問題十九、先に帰りますね。えどうしてですか一、ちょっと明るいですから。二、バスが来ましたから。三、醤油をつけますから。問題二十、ごめんください。はい、どなたですか一、1 グエンと申します。二、どうぞよろしく。三、あの方です。問題二十一、この問題わかりますかうん、難しいです。一、頭がいいですね。二、ゆっくり言ってください。三、 じゃあ、先生に聞きましょう。4、会話説明問題。はじめに、会話や説明を聞いてください。それから質問に答えてください。一つの話に、二つか三つ質問があります。 問題用紙の1、2、3の中から一番いいものを一つ選んでください。文は一回だけ言います。では例題をしましょう。すみません。頭が痛いですから今日は帰ります。わかりました。女の人は どうして帰りますか一番いいものはにですですから例のようににをマークします問題は22から31までありますでは始めます1 女の人と男の人の会話を聞いてください。もしもし、サイさん、今どこにいますか家にいます。リンダさんは会社です。今日6時からパーティーがあります。サイさんの家のそばのレストランです。来ませんかいいですね。 行きたいですじゃあ5時50分にサイさんの家へ行きますね。わかりました。問題22女の人はどこにいますか 問題23男の人はこれからまず何をしますか 2, 2女の人の話を聞いてください。 皆さん、はじめまして。ゆりです。インドネシア人です。インドネシアの病院で3年間働きました。看護師でした。私は結婚しています。夫は銀行員です。私は国で1年、日本で半年、日本語を勉強しました。 日本人の先生に習いました。日本語はまだ下手ですが頑張ります。これからどうぞよろしくお願いします。問題24女の人はどのぐらい日本語を勉強しましたか 問題25女の人は国で何をしていましたか3男の子の話を聞いてください。 僕はいろいろなスポーツをします。スキー、サッカー、野球、テニスなどです。僕の街は雪が降ります。近くにスキーができる山がありますから、スキーは冬の間毎日します。でも僕が一番好きなのはサッカーです。いつも 父とテレビでサッカーを見ます。昨日はイタリアのサッカーを見ました。とても楽しかったです。時々中学校の友達とサッカーをします。でも僕は下手です。ですからもっとたくさん練習してサッカーが上手になりたいです。 問題26男の子はスポーツで何が一番好きですか問題27男の子は昨日何をしましたか 問題28男の子について話の内容と合っているのはどれですか ?4 会社で男の人と女の人が話しています。この会話を聞いいてください 疲れましたね。帰りましょう。そうですね。この後何か予定がありますかいいえ。じゃあ一緒に晩ご飯を食べませんかいいですね。吉田さんは何が食べたいですかうーん、韓国料理はどうですかお昼によく行くお店があります。安くて美味しいんですよ。 ああ、いいですね。僕、辛い料理が好きなんです。いつもは中国料理かカレーですが、韓国料理も好きです。よかった。じゃあ、行きましょう。問題29。二人は、この後、まず、何をしますか 問題三十、男の人について会話の内容と合っているのはどれですか問題三十一、女の人について会話の内容と合っているのはどれですか これで、聞くテストを終わります。